メガネザルは、哺乳高霊長目、メガネザル科に分類される霊長類の総称。現世では、メガネザル科のみで、メガネザル型種種種を構成する。インドネシア、ボルネオ島、フィリピン諸島など、東南アジア島諸部に生息する。メガネザルという名称の由来となった、大きな目に大きな耳が特徴である。体重 100g 程度の小型の霊長類である。 体の割に大きな目を持つ。眼球一つの重さは 3g と脳の重さとほぼ同じである。この目は夜行性に適したもので暗いところでもよく見ることができるが逆に昼間は眩しくてあまり見えないらしい。この眼球は眼下の中でほとんど動かすことができないが代わりに首を自在に動かすことができ首を180度回転させて真後ろを見ることもできる。 これほどまでに大きな目を持つのは、大抵の夜行性の哺乳類に存在するタッペータムを持たないからである。これは、かつて一時期中高性となったために不要となったタッペータムを失い、その後再び夜行性へと戻った際に、それを再生できなかったためと思われる。そのため、目を大きくすることで夜間の乏しい光を捉え、夜の闇に適応したと考えられている。講師が長く、 跳薬が得意で、枝から枝に飛び移ることができる。跳薬の距離は、体長の25倍である。手足の指は長く、それぞれの指先には鋭い爪と、肉腫と呼ばれる、円盤状の膨らみがあり、枝からぶら下がることに役立っている。尾は、体より長く、ほとんど毛がない。染色体数は、ダイアンメガネザルでは 2N イコール46、西メガネザルと、 フィリピンメガネザルでは 2n イコール80。メガネザルに属する。全種とも夜行性で、樹上で生活している。主に昆虫や小型の脊椎動物を捕食する。スラウエシメガネザルなどはペアもしくは家族群で生活する。西メガネザルはペアもしくは単独で生活する。フィリピンメガネザルは群れを作らない。1年中繁殖可能であり、妊娠期間は約180日。 一子を出産する。子供は体毛が生え揃った状態で生まれ、すぐに自力で枝にしがみつくことができる。メガネザルが霊長類の中でどの系統に属するのか論争がなされてきた。原始的な猿の特徴を残しているため、減塩ア目に分類する考えと頭蓋骨などの特徴から新ザルア目に分類する考えの双方があったのである。伝統的な分類では、 原塩亜黙に含められており、一方で、原塩亜黙に含めずに独立したメガネザル亜黙、トルシーデアという分類が提案されることもあった。近年の分子生物学的な系統解析では、新サル類の姉妹群であることを支持する結果が得られており、新サル類と共に自家ビ暗黙に分類されるようになってきた。原世のメガネザル化をメガネザル属のみに分類する説もある。一方で、 西メガネザルとフィリピンメガネザルをそれぞれ独立族として区別する分類が2010年に提唱されている。以下の分類はグローブスシェックルシェックルエトールに、和名。英名は主に日本モンキーセンター霊長類和名。編纂ワーキンググループに従う。ありがとうございます。